サンドウィッチマンと芦田愛菜の博士ちゃん。土曜夜の博士ちゃんは7億円当たりました。いいですね。見るだけで得するかもしれないお金の授業。今じゃ1円玉また方は3000円の値打ちがある。どちらか当ててください。1円玉こんなにまじまじと見たの初めてかも。時代も違う。穴がずれてる。え、しかも大幅にずれてます。約68万円もの値打ちがある。あなたの財布の中にも眠っているかも。激レア貨幣の見分け方講座。芸能人の小銭貯金の中も大捜索。ありました。すげえ。さらに。おはようございます、芦田愛菜です。さあ最近結構天気も、ね、悪いのが続いてて、もう湿気がすごくて最近嫌になってます。そうですね、ね、だいぶ梅雨が長引いてますよね。早く明けてくれると結構カラッとした夏になって気持ちいいんじゃないかなと思います。いいですよ。さあコメンテーターの二人です。どうもよろしくお願いします。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。完璧じゃない。すごい素晴らしい。やろう、どっかで。ニヤニヤしてる。明日オファー来る。この方です。じゃん。はい、織田信長、はい、戦国のカリスマなのに。あ、上手にめくるね。キラキラネーム名付け親の元祖だった。どういうこと。キラキラネームって最近のようだって。一覧がこちらです。ほらいいね。これ長男奇妙、次男茶仙、三男三七、四男お次、五男お坊、六男大ボラ、七男小ボラ、八男尺、九男人、十男良子、十一男縁だそうです。はい、三男の三七ってのは何なの。あの3月7日生まれだからです。マジで。はい、諸説あるんですけど、まあ昔は子供が亡くなりやすくて、まあその原因は悪霊と考えられてたんですよ、うん、なのでまあ子供が大人になって、まあ成人式元服って言うんですけど、うん、それまでは変な名前をつけて、この子は人間じゃないので連れて行かないでくださいっていうメッセージだった。そういうことなんだ。だからわざと変な名前してるんだ。はい、政宗様よりはすごいことじゃないと思うんですけど。伊達政宗を愛してやまない博士ちゃんの明日誰かに話したくなる戦国ゴシップ授業。私にとっては神スポットなんですよ。あの私の推しがここにいるんですよ。え、推しが。はい。いやすごいな熱が。8月15日土曜夜6時半、90分スペシャル。